株式会社奥村組は本店を大阪市安倍野区に本社を大阪市安倍野区と東京都港区に置く建設会社道路や鉄道などのトンネル関係に強い技術では地震による構造物への被害を減少させる建築技術の免震工法日本初の六角形のセグメントとなるハニカムセグメントコンクリートを再利用するリバースコンクリート技術など 建築、土木、リサイクル分野において、同社独自の新技術を開発、高度な技術力を持つゼネコンとして評価が高い。経営面では、堅実経営、誠実志向を評判し、良好な財務体質により企業経営の安定性も評価されている。同じ大阪に本社を置く、竹中工務店、銭高組、河野池組、浅沼組と並ぶ財販ゼネコンの一つ。 大臨会の会員企業である。奥村組は幾度か NHK のドキュメンタリー番組、プロジェクト X にも取り上げられた。下記は同番組の第72回、通天閣熱期7人の放送内容の概要。大阪のシンボル通天閣は火災をきっかけに、戦時中の金属剣能運動のため、1943年2月25日、解体された。 終戦1 0年を経て、地元新世界の人々は、自分たちの手で、通天閣を再建しようと資金を出し合い、通天閣観光株式会社を設立。大阪市の協力を得、早稲田大学教授、内藤多中工学博士に設計を依頼、図面完成と同時に奥村組に、思考の申し越しがあった。 当時の企業規模からすると大きなリスクを伴う物件であったが地元のことでもあり、また成功すれば会社にとっての財産になると奥村多平は受注することを決し着工に至った。地元住民の注目を集める中、1956年10月、高さ103メートルの通天閣が完成した。また、下記は第161回。 鉄道分断特管作戦奇跡の74日間の放送内容の概要。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災で JR 神戸線六甲道駅一帯が崩落し、復旧までには最低でも2年はかかると言われていた。ところが、奥村組はわずか2ヶ月で復旧させ元の姿に戻した。インフラの復旧は被災者、 被災地にとって最も重要なものの一つで不眠不休での復旧作業は地元住民から高い評価を受けた。テレビ CM には上記の人物が登場しないイメージ CM を含めて竹原ピストルの書き下ろし曲、行くぜ、行くか、行こうよが流れている。ありがとうございます。